あと何だったんですか、玄関だよ。あれはな、どうもお母さん、あの鳥を用意らいうのをな、あの上で送って忘れてもらったわけやん。そんな、吸ったんよ。そしてよくな、あの白い入れ物な、買い物を。だが、あれはどうも、ゴミの箱してくんなるようなんよ。で、ゴミ袋がいっぱいやけん。だから、のけろか、あれをって思って。ゴミのとこ入れろ、崩して思って。昔のように仕事が出るようになったんだよ。昔のように仕事が出るようになったんだよ。昔通りだと。よし。それをのみで掘ってる。よし。見てろ。千夏の内職を耳にされて、お礼にしたとご職目と申したいや、礼儀などと全然ございません。千夏はただおい、これな、これ千夏の手だじゃあ、な、さっと覚えお、なおめえら、おもろかったやろまろかった、ゆきゆきゃ、ゆりか、やるよってくるよおもだけ、おめえおいら、こげんするか、このやろすごい、おきれいな嬉しいんだよ。この気持ちだけで十分。だけ。そのうち、私の気持ちも一枚買ってもらうから。それより隣のパートナーやから。
ちゃん何とかしてやらないかね。やまってるな。ペンの一つもつけたい年頃だよ。少し休んでもいいから。ちげえね。まったく目まで突き出して娘のことなんだ。最後の先がかねえんだからな。なんだおい、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 待て、待て、やったら嫌。縄文通り娘の滝を家へ空港に起こしゃいいんで持ってくれてるから出ないよ。本当だよ。そんなのダメだって。ダメだこれ表情で溶けるな。多分溶けるな。どうあはるで言うかんよ。四国は少女さん、少女さん、ワンさん、お前さんが助けてください。何だどうした。あいつら飲んで私を殺そうとしたんです。なんでお前ジンベエじゃないか。お前さんのこと言うな。こいつは病人だぞ。病人が人殺しなんかできるわけねえじゃん。なあ。突き飛ばされて、追加として申し訳ないことに対します。結構な話ありませんか。ええ旦那。何が結構な